オーセルは、アメリカ合衆国ワシントン州キング郡の都市である。2010年国勢調査によると、人口は33,505人である。北緯47度46分18秒、整形122度12分16秒に位置している。アメリカ合衆国統計局によると、総面積31.3平方キロメートルである。このすべてが陸地である。2000年の国勢調査では、 人口3150人、11923世帯、7928家族が暮らしている。人口密度は966.1平方キロメートルである。394.2平方キロメートルの平均的な密度に、軒の住宅が建っている。この都市の人種的な構成は、白人75.31%、 アフリカンアメリカン1.45%、ネイティブアメリカン0.42%、アジア10.08%、太平洋諸島系0.16%、その他の人種0.21%、根結3.67%である。この人口の8.69%はヒスパニック、またはラテン系である。全世帯のうち18歳未満の子供と同居している。 世帯が33.9%、夫婦のみの世帯が53.9%、未婚女性の世帯が8.9%であり、33.5%は、家族を持たない。個人名義の世帯主が25.7%、そのうち65歳以上が7.1%である。世帯ごとの平均人数は2.51人、家族ごとの平均人数は3.05人である。 18歳未満の未成年が25.2%、18歳以上24歳以下が8.1%、25歳以上44歳以下が33.2%、45歳以上64歳以下が24.0%、65歳以上が9.5%、平均年齢は36歳である。女性100人に対して男性は96.1人である。 18歳以上の女性100人に対して男性は93.2人である。この年の世帯ごとの平均的な収入は 59,264US ドルであり、家族ごとの平均的な収入は 68,580US ドルである。男性は 48,476US ドルに、対して女性は 34,385US ドルの平均的な収入がある。 この年の一人当たりの収入は 26,483US ドルである。人口の3.6%及び家族の5.1%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の5.0%及び65歳以上の5.0%は貧困線以下の生活を送っている。ありがとうございます。